よかった。目が覚めたみたいね。急に目の前で倒れるんだもの。びっくりさせないでよね。ちょっと、寝ぼけてるの？私の家の庭に決まってるじゃない。しっかりしてよね、まったく。って、嘘。もしかして、本当に分かってないの？ソン君ってば、どうしちゃったわけ？頭を打ったの？熱はない？あんたに決まってるじゃない。っていうか、ほら、これが証拠よ。鏡を見た反応からする。でも見た目は、ま、あーもうどうしたらいいのよ。今はそれどころじゃな。ここにいたか。誰よ、この大変な時に。16号ねえ、もしかしてドラゴン16号。ちょっと黙せるに壊す。それは俺ではない、別の16号だ。え？孫悟空にリンクしているものよ。抵抗するというなら力ずくでも。さあ、状況はよくわかんないけど、さっさと16号って、まさか戦い方も忘れちゃってるんじゃ。その肉体は孫悟空のもの、強度もそのままのはずだ。多少殺すわけにはいかないと。危ない。孫悟空、なるほど、お前の才能は、ならば、こちらも手を抜く。問題ない。リンクして間もないというのになかなかやるな。
こんにちは、ブルマさん。ごちそうをいただけると聞いて伺ったのですが。わざわざ僕たちを呼び出したんだ。よっぽど美味しいものなんだろうね。ん？なんだお前、どうやら人間じゃないようだが。邪魔が入ったようだな。ここは出直した方が良さそうだ。孫悟空にリンクしている狙い、また会おう。行っちゃった。何がどうなってるわけ。さてと、孫悟空の中にいるやつ、お前は誰だ。え、どういうこと。この人は孫君じゃないっていうの。おやおや、これは不思議ですね。悟空さんの体なんですが、本人の気はわずかにしか感じません。その代わり、知らない人の気が感じられます。第三者が悟空さんの体を乗っ取っているというところですかね。体を乗っ取っている？ちょっとあんた、孫君の体から出て行きなさいよ。あんたに乗っ取られているほど孫君は暇じゃないのよ。ブルマさん、そんなに困らせるものではありませんよ。この方も意図せず悟空さんの体に入ってしまったようですし。というわけで、悟空さんの体の中にいるあなた、あなたですよ。まずは心の中で悟空さんに呼びかけてみていただけませんか。あなたなら同じ体の中に眠る悟空さんと話すことができるはずです。あれ、おめえ誰だ。それにここどこだ。変だな、体が動かねえ。おら、どうしちまったんだ。なあ、おめえなんか知らねえか。え、おめえがおらの体に入ってるって。それにしてもウィス、この妙な波動は一体何だろうね。やはりビルス様もお気づきでしたか。どうやら人波動。何の話。なんだ、お前にはわからないのか。鈍いとは何よ。失礼ね。おや、この件についてお話があったわけではないのですね。てっきりごちそうを食べさせる代わりに、この波動について教えろというのか。あ、そうよ、すっかり忘れてた。今急に孫君たちの偽物みたいなのが出てきて世界中で暴れてるし、突然フリーザやセルが復活したりで大混乱なんだから。ふーん。ふーんじゃないでしょ、地球のピンチなのよ。せっかく来たんだから、あいつらを倒してよ。僕には関係ないことだ。そんなことより早くおいしい食べ物を出せ。つまり助けてくれないのね。とはいえ、この波動についてはいささか気になりますね。おや、悟空さんの気が少し増えたみたいですよ。どうやらあなた、悟空さんと無事お話ができたみたいですね。悟空さん、聞こえますか。それがよ、腹減ったし起きようと思うんだけど、目が覚めねえんだ。オラがいる場所の出口がどっかわかんねえし、ぶっ壊して出られる気もしねえ。悟空さんから返答がないところを見ると、やはり自力では動けないようですね。あれ、オラの
声ウシさんに聞こえてねんか。ウシさんの声は聞こえんだけどな。ひょっとすると悟空さんがこうなったのは、波動の力で気の量が制限され、反動で精神が体の奥底で冬眠状態になった、そんなところでしょうか。気が多そうな連中は全員強制的に眠らされているようだな。だったらなんでビルス様とウィスさんは大丈夫なわけ。決まってるだろう、神はそんな波動なんかの影響は受けない。あ、そう。まあこの謎の波動を何とかしない限り、悟空さんはずっとこのままでしょうね。そんなの困るわよ。あ、ちょっと待って、今各地の様子を見に行くってみんな外に調べに行ってるのよ。でも強い人が眠っちゃうってことは、他のみんなも出て行った先で動けなくなっているでしょうね、おそらく。もしくは誰かに体を乗っ取られているか。この状況を打破するにはこの波動を止める必要があるでしょうね。ブルマさん、この波動の原因に心当たりはありませんか。急にそんなこと言われても。あ、そういえば思い当たることがあるようだな。なんであの時16号が現れたんだろうって。それに孫悟空にリンクしているものって言ってたし、今起こってることと全く関係ないとも思えないわ。なるほど、そう思うのでしたら探ってみる価値はあるのでは。そうよね、まずは調べてみないとわからないわ。それにみんなのこともそのままってわけにはいかないしね。そうなると強い人の助けがいるんだけど。言っておくけど僕たちは手伝わないよ。そんなこと言わないでよ。おいしいごちそう用意するからね。何度も言うようだが、僕たちには関係ないことだ。困っているなら悟空の体に入っているやつに頼めばいいだろう。え？悟空の体を動かせるんだろう。だったらこいつも戦えるはずだ。仕方ないか。まあ、あんただって元の体に戻れないと困るでしょ。というわけで、私たちに協力してね。